はい、こんにちは、バルです。今日はビーズの新曲イルミネーションを初めて聞いた感想を話していきたいと思います。皆さんは聞きましたか？今日のね、本当に朝ドラの映像の中で初めてね解禁されたということで、非常に待ちわびたんじゃないでしょうか。ですね、私は帰ってきてからね、仕事から帰ってきてから聞いたんですけれども、もうね本当に聞きたての感想を話していきたいと思います。はい、ではですね、NHK の連続テレビ小説おむすびの主題歌が本日解禁されましたということで、これね本当にビーズさんのね主題歌を歌うよっていうところから始まって、今日の今日までその音源はね解禁されてなかったんですよね。これずるいですよね。本当に朝ドラのねスタートに合わせて、そこで初めて聴けるっていうことだったので、本当にねファンおよびね朝ドラを見たい皆さんがそのテレビにかじりつかせるというね、その戦略がね、まあ本当にね NHK さん本当にじらすというかやり手だなというふうに思いました。はい、ただねまあテレビがねなかなか見れないっていう方だったり、私とかはねもうそもそもテレビがないんで、まあ、そんなね人のために YouTube であったりとか X のね公式でその主題歌のね部分だけをフルでというかその映像をねフルで配信しているんですよね。この神対応素晴らしすぎんかということで、本当にね NHK さんにこう手のひら返しがすごいというか、ありがとう NHK さんということで、手厚いね対応をすごくファンは受けてる気がしております。はい、ということで私はね YouTube そして X で見たおむすびの映像ですねの感想を話していきたいと思います。はい、ちなみにですね、今話した通り、私は朝ドラの本編は見ておりませんので、本当にねビーズさんの楽曲のことだけお話ししたいと思います。あとはね端感がすげえ可愛かったっていうね、私はギャル味を帯びた茶髪のね端感の方がすごく好きだなっていうねいうところで、ちょっとどうでもいい話ですけれども、まあそんな感想を持っております。はい、ではね初感はもうね朝ドラ感がめっちゃあるということで、まあ、こんなに強くね言ったんですけれども、まあ、はて朝ドラ感の定義とは不明ということで、私はね先ほども言いましたが朝ドラを見たことがないんですが、なんかねこう朝ドラ感がある、これ伝わりますでしょうか。きっとね分かってくれる方は分かっていただけると思うんですけれども、こう朝に聞いても違和感がないというか、すっと聞けるこの少し爽やかなというか、すがすがしさというかね、こう朝日が少し感じられるようなみたいな、そんな印象を受けました。はい、なので本当に我らがねタックの引き出しが素晴らしいなと思いましたね。お題があればあるほど燃える男たち、それがビーズさんということで、この朝ドラというねオファーを見事に表現しきっている、世界観を作り出しているなっていう風に個人的には感じました。はい、あとはねこれが詳しい人はねぜひコメントで教えていただきたいんですけれども、個人的には楽器同士の音の調和、特にキーボードの軽やかな音が普段のビーズさんよりも強めなのかなっていう風に感じました。なのでまろやかに聞こえるなというふうに思ったんですね。特に始まりと終わりの最後の締めのところですよね。なんかそこがねすごく先ほども言いましたけど、朝に聞く爽やかさとか軽やかさっていうところにつながっているような気がしています。はい、私はねすごくにわか知識でございますので、音楽にねとても詳しい方がいらっしゃったらぜひ教えてください。で、最初に聞いた時はスターズに似てるなっていうふうに思ったんですね。まあ、もちろんね去年のビーズさんのね代表曲なんですが、なんかね似てるなっていうふうに思ったんですが、そう思ってねスターズを聞いてみたら、まあね、ゴリゴリにやかましすぎてというか骨太すぎて、これ全然イルミネーションと違うわっていう風に思ったんで
ですね。なんかね、こう明るさがあるというか、そういう部分は似ていると思うんですけど、それこそね、さっきの音の調和だったりとか、こう強弱っていう部分が全然違うんだなと思って、やっぱりね、その音楽の奥深さを知ったわけでございます。はい、なので本当にね、一言で言うと、まあ、朝に聞きたい朝用ビーズさんということで、まあ、すごくね、新鮮な気持ちで私は聞いておりました。そしてね、この曲のタイトルがイルミネーションっていうことで、まあ、なんでね、朝ドラの朝なのにイルミネーションっていう感じなのかなっていうふうに思ったんですけど、これね、また12月頃に聞いたら全然また印象変わってくるような気がしてるんですよね。はい、なので、この後ね、話すこうフル尺のこともあるんですけど、まあ、それを踏まえて、こう毎月毎月多分聞き方、まあ、聞く時の感じ方にすごく変化があるような気がして、今からとても楽しみにしております。はい、さて、そして嬉しいお知らせがもう一つありましたね。このイルミネーションなんですけれども、10月7日に配信リリースがされるということでございます。はい、あのね、ビーズさんにとってこのスピード感のある配信タイミングは天才なのではございませんでしょうか。まあね、最近のビーズさんといえば、まあ、ギリギリチョップ、むしろね、オーバーしてアウトな感じのね、ビーズさんだったと思うんですけれども、こうね、ファンの熱がこう高い、もうイルミネーションすごいいい曲だねとか、もっと聴きたいねって思ってるタイミングで、こうフル尺を配信してくれるということで、もう非常にね、このタイミングが天才すぎる、うん、すごくね、嬉しかったです。なので本当にね、来週の月曜日が楽しみで楽しみでしょうがないなというふうに思います。そして皆さん、ご覧になられましたか？あのイルミネーションのね、このジャケットデザインっていうんですかね、あの今までのね、ビーズさんとは打って変わった、この可愛いっていう表現がいいんでしょうか、こうつつましいという表現がいいんでしょうか、非常にね、こうシンプルというかね、柔らかいようなあのデザインになっていて、ここもね、新鮮ですよね。それでね、よく見ていただくと、このビーズのロゴですね、ロゴもこう角がこう丸く取れてるというか、こう直線もちょっとガタガタってなっているね、ような形になっているので、まあ、そこもね、やっぱりこの世界観というか、イルミネーションがまたね、今までのビーズさんとは少し違うよっていうことを、なんかこう伝えているんだろうなっていうふうに個人的には感じました。はい、ということで、本当にね、いろんな点でおいて本当に新鮮なビーズさんの一面を見ることができて、非常に非常に月曜日から嬉しい気持ちでいっぱいです。皆さんはいかがでしたでしょうか？ぜひね、コメント欄で皆さんの感想だったりとか、こういうところが良かったよっていうのがあったら、ぜひね、コメントいただけると嬉しいです。はい、では今日は短いですが、私のイルミネーション新曲を、初めて聞いた感想を話していきました。ですね、このチャンネルではビーズさんのことであったりとか、ライブのレポートだったりとかね、今日みたいな情報をいろいろ話していきますので、面白かったよとか、また聞きたいよっていう方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。